こんにちは。片岡鉄平作、菜の花月夜の7回目をお送りします。祝言は済んだ。広間では賑やかな宴会が始まった。花嫁と花婿は奥の6畳の屏風の中に引っ込み、その肉親や親戚が急速に退くと、宴会の席は村の者と双方の人足とだけになった。酒と騒ぎはこれから本式だ。人足と人足との歌比べ、芸比べ、やけに響く三味線。奥の屏風の中までそれが手に取るように聞こえた。床牌が済むと屏風の中は二人きりになった。二人とも黙っていた。お婿さんは黙ったまま立ち上がって部屋を出て行った。父親が差配の山口と何か小声で話しているところへ、せがれが長襦袢一つで姿を現した。お父っつぁん、おへん、おへん、どの意思でもあんなの辛抱できませんけん。今になってどうすりゃ。ねえ、ねえ、と父親は取り合うまいとした。山口、とせがれは少し青ざめて差配をにらみ据えた。お前あんまりじゃ。わしにあんなひょんなの押し付けてもわしゃ知らんけん。花婿は荒々しく立ち上がって宣言するように二人に言った。明日はあの嫁いなして使わさい。それがいけねえや、わしゃ死ぬる。そしてぷいっと部屋の外に出て行った。踊れ、どこへ行く。父親は罵りながら障子のところからせがれの行く方を睨んだ。せがれは廊下を奥とは反対の方へ行って、いつもの自分の部屋に入ってしまった。どの一世言うに。父親はほとほと困ったように山口を顧みたが、急に腹立たしそうに声を荒げて、山口、お前の責任じゃ、と叫んだ。違いますわい。嘘をつけ、お前の責任じゃ。いた、ちょっと待って使わさい。腹が走ってきました。山口はじっと腹を片手で押さえながらうつ伏せになっていた。が、急に身を起こすと、ポンと膝を打った。わかった。こりゃけしからん。行列を取り違えて迎え入れたのはな、あれは皆百姓どもがわざとしたことでしょうぞい。本当か？こなたを困らせちゃろうと思うて、百姓が企んだ仕事じゃ。なに？地主の目はみるみるつり上がった。あらえっさっさー。またもや安来節だ。その声は地主をあざける小作人の声のように地主の耳に響いた。よし、山は取り上げちゃれ。あらえっさっさー。今日はここでおしまいにいたします。ありがとうございました。